皆さんこんにちは、スマートファクトリー店長の和久井です。今回はですね、グラフィスの子供自転車 GR16 の、組み立てのご紹介をしたいと思います。それでは組み立てスタート。はい、じゃあ箱から出すと、こういうふうに梱包材が、ありますので、これを取っていきたいと思います。はい、ではですね、あと、梱包材をある程度取った時に、これも梱包材なんでいらないですよっていうのがいくつかありまして、まずこのハンドルのですね、このハンドルのポストのところにはまっているこれですね、これも引き抜いてもらって保護材になりますんで、捨ててください。で次にですね、サドルのはめるとこですね、これも梱包材になります。でその次にここですね、補助輪がはまるとこなんですけど、これも保護材になるんで外してください。これ反対側にもあるんで両方ですね。はい、ではまず、補助輪の方をですねつけていきたいと思います。でまず先にですね、こちらのナットですね、これを一回外していただくことになります。なのでこの付属の工具のこのレンチを使って外します。で外すナットとしては、こういうふうにナットワッシャーナットってあるんですけど、この手前のやつだけ外していただいて、ナットも一緒ですね、この状態にしてください。はい、で補助輪を取り付けるんですけど、補助輪のこの金具ですね、これが必ずこの向きですね、タイヤの方に金具が来るようにしてもらって、でこの穴に通します。でこれ横から見た際にですね、ここに爪があるんで、この爪ですね、この爪がこのフレームの下に来るようにしてください。で、先ほど取ったこのワッシャーですねとナットで締めてください。でこの際はまだ仮止めで大丈夫です。で反対もつけていきます。先ほどと同じようにタイヤの方向に金具が向くようにしてもらって、補助輪をはめて、で爪がフレームの下になるようにください。こうすることで、先に、補助輪つけることで、後々の組み立てがやりやすくなるんで、最初に補助輪をつけることをお勧めします。はい、で補助輪なんですけども、先ほど仮止めでやったんですけども、これから本締めっていうところで、この高さですね、ちょっと緩めて、これある程度高さをこうやって調整ができるんですけど、これはですね、あまりにもこうタイヤと同じ高さでベタってつけちゃうと、自転車が本当に固定されちゃって、逆に運転がしづらくなるんで、ちょっとだけですね補助輪が浮くくらいにしてもらえると、ちょっとこう遊びがあるくらいで取り付けてください。そしたら、本締めをしてしっかりと締めていきます。で反対側もですね。ちょっと指1本入るくらいの感じでやってもらえれば。はい、こんな感じですね。で補助輪を取り付けたら必ずですね、動かないか確認してください。はい、で次にハンドルの取り付けですね。
で、ハンドルなんですけど、まず最初に注意点としまして、まあ、一番最初のタイヤの状態がこういう向きになっているかと思います。でこれ何が違うかと言いますと、ブレーキがこっち側に来ちゃっているので、ブレーキが前の方ですね、向くように直してください。そうですね。で、そして、ハンドルを取り付けるんですけども、まあ、ここもワイヤーがもしかしたらいろいろこんな風に絡まってたりとかすると思うんで、ちょっと直していただいて、こうはめようとした時にここが、まあ、1回分だけクロスしてる感じになれば大丈夫かなと思います。で、入れていただいて、で、注意点としましては、ここにですね、こうちょっとギザギザの目盛りがあるんですけど、必ずこれが隠れるところまでは入れてください。こうですか。でないと、ハンドルがちょっとこう浅いとすっぽ抜けちゃったりとかする場合もあるので、必ずこの目盛りが隠れるとこまで入れてください。そしたら指である程度回していくと多少固定されるので、そしたら、じゃあまたこの工具ですねを使っていただいて、でタイヤとハンドルがまっすぐになるように向きを整えていただいて、でそしたらこのレンチのここですねを使って締めていってください。はい、で締めた際にですね、必ず確認していただきたいこととして、まあ、タイヤをちょっと足で挟んでいただいて、本当にハンドルがこう動かした際にこうズリっていかないか、ズレないかどうかですね、確認してください。はい、では次はサドルですね。サドルもですね、先ほどのハンドルと同じようにここにギザギザマークがあるので、これが必ず隠れるところまで差し込んでください。こうですね、このくらいまでは必ず入れるようにしてください。でもしですね、これ最初にこう入らなかった場合、入りにくかった場合ですは、まあ、このレンチを使って一回ちょっと緩めてあげてください。でそれで入れてみて、まだちょっとなんか入りづらいなってなったら、ちょっと先端の方でちょっとグリグリしてあげて、ちょっと広げる感じですね。そうすると入りやすくなると思うので、ちょっと試してください。まあ、それで、先ほど言ったメモリまで入れたら、一回指で締めていって、この時もまだ本締めせずに、ある程度締めたら、またサドルとこのフレームですね、向きがまっすぐになるようにですね、調整してください。こういうのから必ずこうまっすぐですね、になるようにした上で、サドルを締めてください。で、またハンドルの時と同じように一回
足で挟んでもらってサドルが動かないか確認してください。はい、次はカゴですね。カゴですけども金具がこういったビニールに入っていると思うので、まあ、これから出してあげてください。はい、で、まあ、カゴのですね取り付けで、まあ、ここの穴とここの穴が合うようにと、ここの穴とこの穴が合うような位置にまずしていただいて、で、ちょっとここの曲がり具合で、こっちが合わないよっていう場合は、ちょっと力ずくではありますけども、ちょっとこっちの方を調整していただいて、ある程度合うようにしてください。で、そしたら、ネジの方をですね、このワッシャーとネジがあるので、ネジにワッシャーを入れていただいて、このプラスドライバーに締めていってください。で、最初からきつく締めるのではなく、まあ、軽くですね、まあ、ちょっと動く程度に、後で調整しますんで、この程度で、まで締めてください。はい、で、カゴのこっち側ですね、なんですけども、よいしょ、こっちはですね、まあ、ネジとこのナットとワッシャーも使います。4つですね。で、先にカゴの内側の方からですね入れてください。こっちから入れてしまうとネジがこっちに飛び出て、当たって危ないので、まずカゴの内側からネジを入れてください。そしたら、ワッシャーを入れて、それをネジで、ナットで留めてください。最初はとりあえず指で締まるとこまでで大丈夫です。で、反対側も同じようにカゴの内側から入れて、ナットを入れて、ワッシャーですね、ワッシャーを入れて、ナットで留めてください。はい、そしたら最後ですね、まあ、この位置でいいかどうかちょっと微調整をしていただいて、この位置で大丈夫かなってなったら、本締めをします。はい、こっちはまあプラスドライバーだけで大丈夫なんですけども、こっち側ですね、このままプラスドライバーでやっちゃうとただ後ろのナットが回っちゃうので、工具のですね、一番小さいところですね、これをこのナットで挟んで押さえながら、ちょっと難しいかもしれないですけども、押さえながらドライバーで締めていってください。で、この時完全に締めてしまうのではなく、ある程度締めたら次反対側ですね。で、こっちもある程度締めたら、しっかり締めてください。はい、カゴの取り付け方は以上です。はい、で、次にペダルですね。
ペダルにですね、ちょっと L と R のシールがあるんですけども、まあ、右と左ですねになりますんで、まずは右の方ですね、この R のマークの方を取り付けていきます。で、右のペダルは、こっち回しですね、まあ、通常の方向で取り付けていただければ回ります。次に左の方ですね、左ペダルの方なんですけども、通常の方向とは違いまして、通常だとこっち回しで取り付けていくんですけど、左ペダルの場合はこっちですね、反時計回りで付けていってください。はい、であとは、反射板とベルの取り付けですね。まあ、一度、このネジを外していただいて、でハンドルの方に取り付けます。ここを広げていただいてですね。で、そしたらネジをまた入れてもらって、ある程度締めたら、ある程度締めてもらったら、まあ、向きをですね、鳴らしやすい位置にしてもらって、最後ちゃんと締めてください。はい。で、次に反射板ですね。で、こちらもこの取り付ける方のやつを一回外していただいて、反射板の位置としては、まあ、この辺ですかね。で、今自分もちょっと落としちゃいましたけど、これネジを外すとこのボルトも外れちゃうので、なくさないように気をつけてください。ある程度締めてもらって、また向きの方をですね、調整していただいて、で向きが決まったら、まあ真正面かちょっと下目ぐらいの位置ですね。であとはしっかり締めてください。はい、で最後にですね、説明書の方にこのキャップが3つと、まあ、これはカゴの予備のネジですので、もし、なかったらこちらのネジを使ってください。まあ、今ありましたね、これはもういらないです。はい、で、このキャップですね、まあ、大きいやつが2個と、小さいやつが1個あるんですけども、まあ、この小さいやつですね、これがどこかと言いますと、
ここですね、このサドルの止めるところになります。はい、で残りのこの2つ、大きいのが2個なんですけども、この補助輪の両側になります。で最後にですね、あとは、ブレーキがちゃんと効くかですね、両方前と後ろで効くか交互にやってみて、ちゃんと止まるか確認してください。まあ、必ずちょっとしてほしいこととしまして、ブレーキの確認をしてもらいたいので、その説明を、していきたいと思います。まあ、こうして、ね、どっちも、隙間がなく当たっちゃってる時ですね。こういう時はですね、まず一回、まあこれちょっと飛び跳ねない、この両端を指で押さえながら一回ここを緩めていきます。はい、そうするとこうやってもうブレーキ関係なしもこう開いちゃう状態なんですけども、まあとりあえずこの状態にしたらですね、ここを、まあ、この上の銀色のところを押さえながら、これを、時計回しですか、こっちに回していくと、ここがちょっと飛び出てきます。でこれでまあ2ミリくらいですかね、このくらいを飛び出させたら、くっついてる状態で、まあちゃんとこのワイヤーを全部ちゃんと引っ張ってですね、最後まで引っ張った状態で、でそうするとですね、まあ、さっきと同じようにここくっついた状態、ちょっとまあ離れてますけど、ほぼくっついた状態になっちゃうんですけど、まあ、さっきここで開けた2ミリ分ですね、これをですね、まあ、さっき時計回し、半時計回しにして、今度これがまた沈んでいくん で、そうするとですね、ここがさっきより開いたの分かりますか、隙間が開いていく。まあ、大体こんな感じですかね。あとは、2、3回ブレーキやってみてですね、当たらないかちょっと確認してもらって、まあ、こっちでここで、調整してもですね、もしこうやって肩当たりの状態になってしまうっていう場合はですね、ここのブレーキのバネですね、これを1回外してもらって、はい、のでこっちにこうバネを癖をつけてあげる、より広げてあげる、けた状態で、まあ、ちょっとこれ大変かもしれないですけど、これをまた戻します。でそうしますと、もう自然にもうなってるのが分かりますかね、ある程度。はい、以上で、GR16 完成です。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。それでは、楽しいサイクルライフを。バイバイ。